優美なお囃子。迫力のある太鼓。町に祭りが帰ってきました。毎年9月に開催される若狭小浜法廷祭りは、380年余りの歴史を持つ若狭地方最大の秋祭り。名前の由来は、獣や魚に感謝の念を込め殺生を戒める儀式豊穣会から来ており、五穀豊穣、疫病退散の意味があります。福井県の南西部、京都に近い小浜市は、海と山に囲まれた自然豊かな町。飛鳥奈良時代には朝廷に食材を運んだ御食国と呼ばれ、古くから日本海の玄関口として大陸文化が伝わりました。昔ながらの町並みが美しい山頂町は、歴史の面影を色濃く残す遺産です。そんな小浜市の中央にある八幡神社。法勢祭りは八幡神社の例大祭です。祭りでは市内24の区が1年おきに12区ずつ出陣し、出し物を披露します。きらびやかで勇ましい神輿、勇壮で迫力のある山。1階には太鼓、2階には笛と囃子方が乗り込み、町中をゆっくりと練り歩きます。締め太鼓を叩きながら華麗に舞う獅子舞。老若2匹のおじしと1匹のめじしです。笛と太鼓で織りなす風流で優雅な神楽。威勢のいいバチさばきの大太鼓。直径は90センチほどもある大太鼓のお囃子です。後ろで舞うのは棒振りと言われ、勇壮に祭りを彩ります。これだけの芸能がある祭りは全国でもあまり例がないと言われます。ここ2年間は新型コロナウイルスの影響で中止でしたが、今年はいよいよ再開へ。出陣は各地区の医師に任されていて、4つの地区が参加を決めました。祭りを1ヶ月後に控えた8月半ば、出し物を披露する地区ごとに練習が始まります。堺区は山を出します。披露される曲の練習は壮年会が中心となって、祭りの直前まで毎日行われます。この地区では子どももたくさん参加します。年長から高校生まで20人が、今年は感染に気をつけながら練習します。自分のやる曲が楽しいです。曲はちょっとしか出んけど、まあ堺区が出るから、それはいっぱい楽しみたいなと思います。まあ、コロナ禍の中で、どうやっていくかということをちょっと宿泊しながら稽古をさせてもらっています。やっぱここで立ち止まってしまうと、伝統の継承がやっぱ止まってしまうもんで、しっかりやらないと
つながらないかなと思っています。祭りが近づくと小浜の町に響き渡るお囃子や太鼓の音、小浜の風物詩です。9月17日、祭り当日、朝早くから山を飾り付けます。堺区の山は特に歴史と伝統があると言われています。その象徴が2階中央の布袋の面。江戸時代に作られたもので、堺区の山は布袋山と言われています。準備を終えると町中に作られた本陣へ。ややゆったりとした落ち着きのある優雅さを持つ堺区の林。祭りの期間中、それぞれの区で本陣と呼ばれる拠点が作られます。この本陣を2日間かけて練り歩き、出し物が披露されます。午前10時、出陣した3区が八幡神社へとやってきました。まずは神様に出し物を披露。五穀豊穣、疫病退散の祈りを込め神事が行われ、祭りの安全を願います。こちらは清滝区。清滝区の山は江戸時代、慶応4年に建造されたもの。宝瀬祭りの山の中で最も古いと言われています。また清滝区は25曲もの林を伝承しています。ゆったりとした曲、テンポのある軽快な曲、バラエティに富んだお囃子は見る人の心も弾ませます。もう2年間全くその区内にですね、町内にこの祭り囃子が響かないということが起こりまして、大変寂しい思いをしておりました。もう区内総出で一丸となってやる、本当に待ち遠しい祭りでございます。祭りあっての思いでございますので、今日このように無事宮入りさせていただくことができまして、大変ありがたく思っております。古い町並みの山頂町にある本陣にやってきた大宮区の大太鼓。勇壮にして豪快、迫力のある力太鼓です。大宮区はなんとか出るようになったんですけど、他の区もね、もっと大勢の区やっぱ全部出てほしかったいうのがあります。区内での、やっぱ反対意見もあったんですけど、やっぱり頑張って出そうかっていうの意見が多かったんで、はい、やっぱり祭りにはないとダメなんですよ、うん、もう今日の巡行しとっても、あ、祭りやみんないうの、出ない区でも盛り上がってるんで、うん、まあそれは良かったなというのは思います。
町を練り歩く山。二基の山が通りで出くわすと、お互いに負けじとお囃子を打ち鳴らします。子どもたちが出れんっていうことがその先につながらないのがかわいそうやなっていうのもありまして、やはり伝えていくっていうのは大事で、これから人がいなくなってくるんで、やっぱり一つでも一人一人に伝えていって伝承っていう形をとって長く祭りができてきたらいいなと思っております。夜6時、山に提灯が灯されます。2日間にわたって繰り広げられる出し物巡行、ふるさとの大事な祭りをみんなが待っていました。やっぱり祭りはいいなと思いましたし、心がこうワクワクすると言いましょうか、やっぱりお祭り好きでございますので、この3年間のブランクありましたけれど、まあ、町内区内がね一致結束してこういうようなお祭りができるのは継承というか継続するのは非常に大事やなと強く感じております。もう私はこのお祭りの笛の音、太鼓の音を聞く限りずっと続くものと思っております。受け継ぐこと、つないでいくことの大切さと難しさ、葛藤を抱えながらも3年ぶりに開催された若狭小浜法瀬祭り。コロナ禍の今だからこそ祭りを続けることに意味がある。380年の伝統が持つ力をもう一度人々の心に呼び起こすかけとなったようです。守っていきたいふるさとの祭りです。